プラットフォーム古線橋停車中の列車基礎平沢駅は長野県塩尻市大和、基礎平沢にある東海旅客鉄道中央本線の駅である普通列車のみの停車であるが毎年6月第1金曜から3日間にわたって開かれる基礎湿気祭りの際には一部の特急品野が臨時停車する駅名に基礎が付けられているのは開設当初に存在していた ウオヌ線の平沢駅と区別を図ったためである。相対式ホーム2面2線を持つ交換可能な地上駅である。古線橋を有する。駅舎は鉄骨造りで1960年に工。無人化後もしばらくは臨時出刷を行っていたが、現在は完全な無人駅となっている。基礎福島駅管理。毎年6月上旬に。 駅周辺の平沢地域一帯で行われる基礎式記載の際には特急、品野の一部列車が臨時停車し JR 東海社員が出殺、生産等の業務にあたる。また、臨時快速、ナイスホリデーキソ路元駅に停車する。また、青空フリーパスの中央再線の東端でもある。統計塩尻によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。 平沢は、塩尻市に合併される前の旧奈良川村の中心地で、駅を中心に小さな集落を形成し商店も点在している。国道19号線は、駅より一段高い場所を通っている。ありがとうございます。